それでは確率論第9回の講義を始めていきましょう。で、今日の講義も前半と後半に分かれています。今日の前半はまず、今まで勉強していた二項分布から2つの、兄弟の分布、二項分布の兄弟と親戚ですねというのを、導いてその性質を見ていきます。1つが多項分布。これは、二項分布が例えばコインの表と裏二択で起こるような事象を表現していたのに対して、例えば3択4択で物事が起こる、M 択で物事が起こるというような時に、じゃあその起こる回数というのがどういう分布に従うのか、 M 択で起こる事象を N 回繰り返して起こした時に、それぞれのパターンというのが起こる回数はどういう確率分布に従うのかというのを表現するための分布です。それが多項分布ですね。で、そしてもう一つ二項分布の親戚の分布というのを勉強します。それが長期化分布です。この長期化分布というのは、例えば袋の中に赤と青のボールが入っている。それを目をつぶって取り出すということを考えます。で、その時に取り出して赤だったら赤が出た。で、それをまた袋の中に戻してもう一回取り出すというのを繰り返せば、実はそれ二項分布ですよね。で、ただそこで、取り出したら赤か青かを確認したと、それも捨てちゃうということをやります。そうすると思考を行うごとに毎回一つ一つの物事が起こる確率が変化していきます。で、そういう時にじゃあ例えば青だったら青を取り出す個数というのはどういう分布に従うのか、それが長期化分布です。そして、今日の後半では二項分布を少し特殊化して分布の王様正規分布というのを出していきます。で、前回ポアソン分布というのを勉強したと思うんですが、ポアソン分布では確率 P が非常に小さくなる。例えばコインの裏と表だったら1つが出る確率というのが非常に小さくなる。で、その上で思考回数 N をすごく大きくするという話をしました。で、正規分布の場合は P が小さいという条件を入れません。で、その上で N をどんどん大きくすることで、本来離散分布であるはずの二項分布から連続分布であるはずの連続分布である正規分布というのを導きます。で、この正規分布、僕何度か、この講義の中で分布の王様という言い方をしているんですが、この先皆さんが物理やエンジニアリングを勉強する中であらゆるところで出てきます。数学を勉強する中でも当然あらゆるところで出てきます。ですので非常に重要な分布です。で、これがこの全10回の講義のシリーズのクライマックス、分布の王様正規分布で、今日はその正規分布の導出まで前半をやりたいと思います。で、次回第10回だいぶ短い時間の講義になると思うんですが、そこで正規分布の性質というのを勉強してこの講義全体を終わりたいと思います。ではあと少しです。第9回多項分布、長期化分布、正規分布、頑張って勉強していきましょう。それでは早速多項分布と長期化分布いきましょう。で、この多項分布と長期化分布を説明する前に、ここまで勉強してきたいくつかの分布と、この後さらに勉強する正規分布、それらの関係を整理しておきたいと思います。まず、この講義の後半、前々回からですかね、様々な分布の形を見てきています。で、そのスタート地点となったのが二項分布です。で、この二項分布の子供とも言えるのがポアソン分布です。このポアソン分布というのは二項分布に対して P がとても小さくて、で、思考回数、とても小さくて P なんで、あることが二項分布っていうのは、まあ、ここからいきますね。ここからいきます。もう一回いきます。二項分布というのは、例えばコインを投げて表が出る回数、例えば N 回コインを投げて表が出る回数を、回数がどういう振る舞いを示すのか、統計、確率的にどういう振る舞いを示すのかというのを記述したのが二項分布です。で、そしてコインを1回投げた時に例えば表が出る確率を P としています。で、普通ただのコインだったらこの P っていうのはだいたい半分ぐらい 0.5 ぐらいになるんですが、今我々が考えているのはめったに表の出ないコイン、つまり2つのこと、現象で言えば、A か B どちらかが起こるというような現象において、例えば A の起こる確率というのが極端に少ない場合、例えば前回勉強した中では原子崩壊っていうのがそうでしたよね。つまりこういう時この P という確率が極めて小さいという条件で、それに加えて思考回数 N がとても大きいと、こういう時に、例えばコインの表が出る、もしくは原子が崩壊する、
回数というのは大体どういう分布を示しているのか、確率的に、大体じゃないですね、確率的にどういう分布を示していくのか、それを記述しているのがポアソン分布でした。で、今日勉強するのは、そこに加えて多項分布、そして長期化分布、そして今日の後半ではまだ、後半では、正規分布の前半というのを勉強します。ちょっと分かりにくいですね。今日の後半では正規分布の前半というのを勉強します。そして次回正規分布最後までやってこの講義終わりということになるんですが、この多項分布、長期化分布、正規分布というのの、それぞれの関係も確認しておきましょう。二項分布と多項分布というのは兄弟です。二項分布というのは、例えばコインだったらコインがこうあって、表が出るか裏が、上が、表が出るか裏が出るかという二択の問題でした。多項分布というのは、例えば1、2、3、オプションが3つあって、どれが出るか、それが確率的に決まりますよというような問題です。つまり表裏の2だ、表裏の2択ではなくて M 択ですね。いろんなパターンがあって、その中のどれかが起こりますよ。で、そういう時に、例えばある特定のパターン、例えばパターン2が、N 回試行してパターン2が何回出るかっていうのが従う分布、それが多項分布です。もう一つ今日勉強するのが長期化分布です。これはなんていうのかな、ちょっと待ってくださいね。二項分布と多項分布が兄弟だとすると、長期化分布というのはそれの親戚というイメージです。二項分布とか多項分布っていうのは、この確率 P、 表が出る確率であったり、例えばパターン2とかパターン3が出る確率 P っていうのは一定です。とずっと試行を繰り返していく中でそれは変化しませんという前提でした。長期化分布というのは、あることをやった時にその結果に応じて次に起こることの確率が変化するというパターンです。で、具体的には例えば3つぐらいパターンがあって、例えばそうですね、ちょっと待ってください、ちょっと書きましょうね。黄色、赤、白と、こういうボールがいくつも袋の中に入っています。で、この袋の中からランダムに何か1個取り出すと、その時に例えば N 回取り出して白が出る確率はいくつですかとか、白が、出る回数というのはどういう分布に従いますかっていうのが、それが例えば多項分布ですよね。今のだと多項分布です。ただ多項分布と長期化分布の違いは、多項分布っていうのは例えば取り出して白でしたってなったらまた袋に戻すんですよ。で、もう一回引きます。で、ところが長期化分布の場合はこれが白だったらこれ捨てちゃいます。なんでこれ1個減ります。そうすると1回何か試行してこれが白だったら次に白の出る確率っていうのはちょっと落ちるんですよね。なんで長期化分布っていうのは多項分布と似てるんですが、ダイナミックに試行ごとに確率が変化していく。例えば白が出たら白が出る確率が減りますよというのが長期化分布です。で、この多項分布を2項までシンプルにしたのが二項分布。そしてこの多項分布を少し特殊にしたのが長期化分布ということになると思います。で、この二項分布に、P がすごく小さい、確率が、何かが起こる確率がすごく小さくて、かつ試行回数が多いという条件をつけるとポアソン分布になります。そして今日、後半で少し走りをやり始めるのが正規分布です。で、この正規分布というのも二項分布の、二項分布から派生してくる分布です。で、これはどういうことをやるのかというと、これは N が大きい、こういう条件を二項分布につけます。なので、ポアソン分布とほとんど同じなんですよね。 N が大きい、この2つの条件をつけます。ただポアソン分布の場合はそこに加えてP が小さい、何かが起こる確率がものすごく小さいという条件をつけてさらに単純化していました。で、今回はこの P が小さいという条件を外します。で、その上で二項分布の N を大きくしていくと何が起こるのか。で、そういう現象はどういう分布にのっとって起こるのかっていうのを記述するのが正規分布です。で、この正規分布っていうのは正直分布の王様と呼ばれるようなもので、あらゆるところで出てきます。この後、今日か次回かな、勉強するんですが、N 試行回数を増やしていくとほとんどの分布というのは実は正規分布に近づいていきます。なので正規分布っていうのは世の中で起こることのかなりのことを記述している分布ですので、なので非常に重要になって、かつ分布の王様、そしてこの確率論の講義では最終的にこの正規分布を勉強して終わると。で、その上でこの先、秋学期に
統計学という講義があるんですが、その統計学につながっていくことになります。それでは早速今日の前半の前半、多項分布いきましょう。多項分布です。この多項分布というのは、さっき少し長期化分布のところで説明しちゃったんですが、多項分布どういう状況を記述するのか、するための分布なのかというのをまず最初にはっきりさせましょう。多項分布というのは、各思考で N 回以上、N 回でいいかな、N 回、2回以上、N 回のパターンのどれかが正規数場合、この時、例えば、I 番目のパターンが何回起こるのか、こういうのを記述するのが多項分布です。ではまず例から見ていきましょう。まずパターン、何か起こりうるパターンが3つあると考えます。1,2,3 ね。で、このそれぞれパターン 1,2,3 というのが起こる確率を、確率 P1,P2,P3 で表しましょう。これ確率です。で、これが例えば回数何回起こるのか、例えば5回試行を行って、こいつが3回、パターン1が3回、次にパターン2が1回、パターン3が1回起こったとします。で、こういう時に、じゃあ、こういう、これですね。3回、1回、1回、パターンが3つあって、それぞれが確率 P1、P2、P3 で起こるような事象。で、それをやってみたら、3回、1回、1回っていうような、正規が起こる確率はどれぐらいなのか。っていうのを考えるのが多項分布です。で、これちょっとね、パターン 1,2,3 ってイメージ湧きにくいと思うので、少し例を出しましょう。例えば、こういう感じのサイコロを考えます。こう転がすわけね。で、例えばここに1とかって、裏見ると3。で、こっち側2とかって書いてあるわけです。で、これをボーリングの球みたいにこうコロコロコロっと、コロコロっと転がすわけです。いいかな？で、これ、このパターンっていうのがこの 1,2。パターンっていうのが 1,2,3。1,2,3 なんですが、これちなみに裏を見ます。表これ線なんで、裏を見て、例えばこれだったら3が起こりましたよってことです。で、こういう、サイコロ、ちょっと変な形したサイコロを5回投げるというのを考えましょう。5回、3、1、4合わせて5です。で、そしたらその時に、例えばパターン1、こいつが3回出て、パターン2が1回、パターン3が1回出るっていうような状況っていうのは、大体どれぐらい、大体じゃないです。どれぐらい、どういう確率で起こりますかっていうのを考える。これが多項分布の例です。で、これを考えるときに、じゃあどうやって考えるのかっていうのを見ていきましょう。まず、試行が5回あるわけですね。1,2,1,2,3,4,5。5回繰り返します。で、その時に最初に3,3,3,1,2、こういうふうに出るのを考えましょう。なんで、これ、これですよね。このパターンには、この回数3,1,1っていうのは当てはまります。3が3回出てて、あ、ごめん、間違えました。まあ、さっきも変なこと言いましたね。この1が3回ですね。ちょっと混乱しちゃいました。1が3回出て、2と3が1回ずつというパターンです。なんで、これ、1,1,1 って出て2,3。こういうパターンかなっていうのを考えましょう。で、そうすると、じゃあ、順番に1,1,1,2,3って出る確率っていうのはどうなるのかっていうのを考えると、こういうことになります。確率 P1、1が出る確率ですよね。で、2回目、これがここです。で、2回目、こいつ、もう1回 P1 が起こらないといけないんで、P1 が
2乗になります。もう1回起こるんで3乗になります。なんでこれ P1 の3乗です。で次、こいつですね、2が出る確率、こいつは P2 の1乗です。1回だけなん で同じように P3 の1乗、これがこいつってことねっていうふうになります。でこれがこの11123っていう順番で出る確率です。でただ我々興味持ってるのは1が3回出たっていう回数だけなんで、例えばこういうのでも OK なんですよね。なので、今じゃあ何をやりたいのかっていうと、この特定のパターンが出る確率はこいつでいいですと。であとは組み合わせなんですよ。何回目に1が出ているのか、何回目に2が出ているのか、何回目に3が出ているのか、5回のうち3選び出す場合の数、そして5回のうち2を1個選び出す場合の数で、5回のうち3を1個だけ選び出す場合の数、これをきちんと場合の数数えていきましょうということになるわけです。でここでじゃあどうやって考えるのかっていうと、ここで使うのが多項定理です。でこの多項定理自体は、教科書の14ページにあるので、覚えてない人これ読んで復習しておいてください。でただこの多項定理のポイントだけいきますね。多項定理っていうのは多項定理自体は、項がたくさんある式の N 乗っていうのを展開するための定理なんですが、その、展開した後の係数にある特殊な性質があります。それどういうことなのかというと、そこだけを今まとめますね。そこだけを取り出して多項定理の結論をまとめるとこういうことになります。 N 個から、あ、まずそうか、X1 個足す X2 個足す点点点点点足す XM 個イコール、これが全部で N 個だとします。今我々考えている場合だと N っていうのが全部で5回サイコロを振りますよっていうので、これが5です。で、X1 っていうのが例えば1の出る数なんで、これ3ですね。で2が、今我々の場合2の出る数なんで1です。でここに X3 っていうのがあって、これが3の出る数なんで1です。なんで311っていうのが我々のまたで M っていうのがこれ3なんで、これもここですね、無視していいということになります。でこういう、全部足し合わせると N 個になりますよ、 N 回になります、 N 回の方が分かりやすいかな、 N 回になりますよっていうパターンがあるときには、この中から、まず、そうか、これが成り立ちますよっていうのが1個目のポイントね。で N 個から X1 個 X2 個点点点点 XM 個をグループ化する、つまりこれはまとめて取り出すということでもあります。場合の、この場合の場合の数場合の数は X1、ちょっとぐちゃぐちゃとなっちゃったね、分母が X1 の階乗 X2 の、ちょっときれいに書きますね、 X1 の階乗 X2 の階乗点点点点点 XM の階乗分の分子が N の階乗になりますということです。いいかな。これ、多項定理の重要な結論なのできちんと把握しておいてください。これです。特にここが重要。いいかな。で、そうするとさっきの話に戻りますね。で、そうするとこういうパターンです。今我々が考えているのはパターン 1,2,3、 サイコロで言えば 1,2,3 って3つ目が出るのがあって、でそれぞれが3回起こる。1が出るのが3回起こる、2が出るのが1回起こる、3が出るのが1回起こるっていうパターンです。でその時の確率っていうのは、P1 の3乗、P2 の1乗、P3 の1乗。これで出てきますよっていう話でした。でここにこの場合の数をかけたいんでしたよね。じゃあこの場合の数どうなるのか考えてみましょう。これはこうなります。そうか、ちょっと待ってね。こっちちょっと連れてて、ここに書きましょう。
でそうすると、今こいつですね、こいつを参考に書いていくと、まず x1、 この x1 っていうのが今我々、1がサイコロ振って1が出る回数なので、これが3でした。なんで3の階乗です。3の階乗で、次 x2、 これは1でしたよね。なんで1の階乗になります。で、XM というか今考えている X3 ですね、123、 3パターンで考えているのが X3 です。これも1回なんで1の階乗になります。で全体分母の方、分子の方 N の階乗で、 N は今5回なんで5の階乗になります。でこれ、こいつがさっき出した問題の、問題で、1が3回、2が1回、3が1回出る確率です。いいかな？で、これが、多項分布です。で、ただ今ぐちゃぐちゃぐちゃっとこう例を出しながらぐちゃぐちゃぐちゃっと言ったので、もう少し整理して一般化しておきましょう。多項定理。もう一回いきます。多項定理の一般形はこういうふうに書きます。あることが x1 回、パターン1が x1 回、パターン2が x2 回、で、パターン m が xm 回、これ回ね、m 回起こるような確率っていうのはどういうふうになるのかっていうと、これはこういうふうに計算できます。まず、p の部分、確率の部分っていうのは、p の1の x1 乗、p の2の x2 乗、点点点点点、p の m の x の m 乗。ここまでいいよね。これが、特定のパターン、特定の出方のパターンです。なんで、例えばこれだったら、さっきの例だったら、これ、1、1、2、1、1、1、2、3って、こういう、ある、一つの出方をする確率っていうのが、これです。で、その上で、それが、何通り存在するのかっていうのを考えます。で、それは多項定理から出てきて、こうでした。x1 の階乗、x2 の階乗、点点点点点、xm の階乗分の全体 n の階乗です。で、ただし、n、分子にあるこの n というのは、全試行回数なので、これはつまり x1 から xm までを足したものです。もう一つ、ただし P1 足す P2 全部の確率を足していくといくつになる？確率なんでこれ規格化されてますよね。なんでこれは1になりますということです。いいかな。でこれが、多項定理、多項分布です。多項定理って書いてました。多項分布です。覚えておいてください。あんまり、出てこないです。やっぱこの最後には正規分布っていうのが、確率で、この後確率でも統計でもあらゆるところで出てくるんで、多項分布っていうのはあんまこの形としては出てこないんですが、これが、どういうふうにしてこの多項分布っていうのを導いていったかっていうロジックの方が多分この先みんな使っていくことになると思います。なのでこの流れきちんと把握しておいてください。でその上で多項分布の性質一つだけやっておきましょう。何をやるかというと、多項分布の平均と分散です。これはもう天下り的にやっておきますね。まず、i 番目のパターン、例えばさっきのサイコロだったら、i という目が出る回数の平均っていうのは、つまり期待値ですよね、っていうのは n 回投げたっていうのの n に、その i 番目の目の出る確率PI というのをかけたものになります。で次にそれがどれぐらいばらつくのかっていうので分散を見てやると、これは NPI かける1引く PI、 PI ですね、
NPI かける1引く PI と、これ実は、とてもすごく二項分布の形に似ていると思います。ちなみにただしここで I は 1,2,3…の最大 N か、M ですね、 M ですということです。いいかな。でここポイントになっているのは、これ気をつけてください。この平均も分散も I 番目のパターンに対して、つまり例えばさっきのサイコロの例だったら1が出る場合に対して、2が出る場合に対して、3が出る場合に対して、それぞれごとに定義されていきます。なんで、μも注意、μも分散、ごめん書き直すね、μも分散、シグマ事情も各パターンについて、各パターンごとに定義されると。ということに注意してください。いいかな。と以上が、多項分布です。では、続いて長期化分布いきましょう。長期化分布は多項定理をもう少し複雑にしたものです。でこれ結構話し出すと複雑になってくるので、非常に簡単にこの講義ではいきたいと思います。で長期化分布、じゃあ一体何なのかというと、ごめん、多項分布って言ったけど二項分布ですね。二項分布を複雑にしたものです。そうか、最初の説明でもここですね、多項分布から長期化分布じゃなくて、この二項分布を複雑にしたのが、長期化分布です。なんでこれ最初の説明ちょっと間違ってますね。この赤を消しましょう。じゃあ長期化分布もう一回説明しておきます。長期化分布っていうのは、例えばこの黄色と白、例えば、2つの種類のボールが袋の中に入ってます。でその中から1個取り出して白でした。でこれをまた戻してもう1個また、目をつむって取り出すっていうのを繰り返すと二項分布でしたよね。でそれを取り出したやつを捨てちゃうっていうのが長期化分布です。なので思考を繰り返すごとに、黄色の起こる、黄色が出てくる確率、白が出てくる確率っていうのが変化していきます。これが二項分布です。長期化分布です。でじゃあ長期化分布いきましょう。長期化分布、言葉でまとめるとこうなります。二項分布で取り出した、例えば、ものを戻さないときです。例えばどういうことなのか、例を見ていきましょう。10個何かものがあります。でそのうち4個が不良品です。これを3回取り出して戻さずに、そうか、ごめん、ちょっと書き方変えますね。1個取り出して不良品かどうかを見ると、これを戻さずに、3回繰り返すと。こういうことをやります。で、この中で、以上でって書いておくかな。以上で2回2個不良品が見つかる確率。こういうのは長期化分布に従うことになります。で、出てくる確率はと書いてみましょう。これ実際にこれ考えてみるとこうなります。確率 P というのはこうですね。まず10個の中から3個取り出すので、全体が、この10個の中から3個取り出すというパターンは、場合の数は 10C3 です。これはいいよね。これが分母になります。
で分子っていうのはちょっと待ってね、10個のうち4個が不良品です。でこの4個の中から2個が取り出されてくる、不良品が2個出てくる。なんで4個から2個を取り出す場合の数っていうのを次に考えていくことができます。それが 4C2 です。でさらに3回取り出して3回取り出して2個不良品だってことは、1回は不良品じゃなかったってことですよね。で不良品じゃないものっていうのは、じゃあこの全体のプールの中に、箱の中にいくつ入ってるのかというと、10個のうち4個が不良品なんで、不良品じゃないもの、良品というのは6個あることになります。でこの6個から1個良品を取り出すんで、ここは 6C1 ということになります。なんでこれ見ていくと、分母が10個から3個取り出す全部の場合の数です。で、分子はどうなるのかというと、不良品4個の中から2個取り出す場合の数かける良品6個の中から1個取り出す場合の数ということになるわけです。でこれを、こっち分子こっち分母で計算してやると、まさに確率が出てきます。でこれ実際計算してやると、36÷120となって、大体じゃない 0.330% ということになるわけです。で、これも長期化分布もこれだけの話なんですが、一応というか、きちんと一般化しておきます。長期化分布の一般形、これは、FX 分布関数、確率ミスと FX というのは NCN分の MCX かける N-MCN-X です。いいかな。で、大文字の N っていうのが全部の、例えばさっきのだったら機械のひなす、全部のものの数って書いておこうかな。で、M っていうのが全部のもののうちの、例えばもの一つ目のもの、例えば不良品だったら不良品、良品だったら良品ってことなんですが、もの A の数です。いいかな。で、ちなみに N-M ここですよね。 N-M っていうのは、つまりこれはもの B の数です。 A じゃないもの、この B の数ということになります。で、次、小文字の N っていうのは試行の回数です。例えばさっきの例だったら、ある機械がいっぱいある中から、3回取り出したのか、そうです、3回取り出した。なんで、さっきの例だったらこの N っていうのが3っていうことになります。で、X っていうのはもの A を取り出す数。で、N-X っていうのはもの B を取り出す数ということです。で、こういうふうに全部の、ものの数から N 個全体取り出しますよっていうのを分母に置いてやって、分子の場合にはもの A の場合ともの B の場合はそれぞれコンビネーションでこうやって書いてあります。でそれぞれがもの A の数の中からそれを X 回取り出す、でもの B の数からそれを N-X 回取り出すと、でこの、取り出した回数足し合わせれば全試行数になる、当然なるわけですよね。 N 回になりますと。でこういうふうにして分母と分子を並べてやると、きちんと決めてやると長期化分布の確率密度が出てきますということです。いいかな。で、もう一回じゃあ全体像を復習しておくと動くことになります。今今日の前半でやったことは、二項分布から多項分布というのと長期化分布というのを取り出しました。ちなみに前回やったのはポアッソン分布、ある特定の条件を使えることで二項分布からポアッソン分布を作り出しました。で今日の後半はちなみにさらにまた別の条件を使うことで正規分布というのを二項分布から作り出していきます。でこいつらはポアッソン分布、正規分布って、こいつらは二項分布の子供です。でそれに対して二項分布には兄弟がいます。一つが多項分布、
これは二項分布が A or B っていう二択だったのに対して A or B or C、A or B or C or D っていうふうにいくつものパターンがあって、その中から一つ何かが起こるっていう時で、それを N 回繰り返した時に、例えばパターン A だったらパターン A が何回起きますかっていうのを記述しているのが多項分布です。長期化分布っていうのは、また別の二項分布の兄弟とか親戚ですね。兄弟親戚って今使い分けたのは、多項分布は特殊化すると二項分布になります。ただ長期化分布と二項分布っていうのは似てるんですが、どっちかをに何かをすれば、長期化分布が二項分布になったり、二項分布が長期化分布になったりということは起こりません。いいかな。なんで、親戚って言い方をしました。で、この長期化分布っていうのは二項分布と同じように2種類のものが袋の中に入ってます。で、その中から取り出す。で、二項分布の場合は取り出したものをまた戻して次の思考をやるというのを繰り返すっていうのが二項分布でした。で、長期化分布の場合は、例えばこれね、取り出したらそれを捨てちゃって次の思考をやります。なので、思考を繰り返すごとに起こる確率がどんどん変化していくっていうのが長期化分布です。で、この長期化分布、多項分布と長期化分布、今ずっと見ていって、多項分布の場合は特徴としてはこういう形で分布の密度関数が書けますと。で、その上で平均と分散っていうのは実は二項分布と非常に近い形で、ただし、それぞれのパターン i ですね、 i 番目のパターンについてそれぞれ個別に出てきますよということが分かりました。で、最後長期化分布に関しては、ちょっとアドホックになってしまうんですが、例えばこういう例を考えてやって、実際場合の数を考えることで確率を出す、高校の時に勉強した確率のようなことをやりました。で、それを一般化することで長期化分布の一般形と確率密度の、一般形というのも出せますよというのがこの最後の、文章でした。じゃあ以上で、今日の前半の多項分布と長期化分布終わりたいと思います。